んにちは。私は昨日の夜から何も食べてなかったので、今パンを食べました。書き初めをしに来ました今。やっほー。書き留めをします。固形物が胃に入りましたね。勝手にやっていいんかなこれって。なんかスタッフさんにさ、明日やってもいいですかって言ったら、なんかいいよって言ってた気がしたんでやります。なんかいいよって言ってたような気がする。言ってましたよね多分。三連セブンさん、ミーリーマンさん、リナちゃん、クルトさん、 FFF さん、ショマノケンさん、タソガレさん、リナちゃん、FFF さん、こちらかんきちくんさん、マルゲさん、オーケーライムさん、ありがとう。ハイドさん、マイセンさん、星ありがとう。なんかこっちの前髪が少ない。すみちゃん、ノースフライトさん、よっさん、アポカリプスさん、ありがとうございます。あ、タッキー、ありがとうございます。ハンシです。今、あれ書くやつ手にない。これしか、ハンシと文鎮しかない。後で書きます。ありがとうございます。ピース。スクショ撮っとこう。ありがとうございます。ちなちゃん、ななちゃん、たそがりさん、かみゅさん、 HK さん、修造さん、けむりずいさん、なおさん、ちょっぴーさん、ほかたくやさん、しろちゃん、なわてさん、123さん、ちなちゃん、ありがとうございます。あ、チキンナンバさん、かわいい、ありがとう。あ、たっき、あ、え、ありがとう、これすご、あ、だからこれが止まってないんだ。ありがとう。すごっ、めっちゃ全部ベル。すごっ。あ、これ中身全部一緒なんかな。ありがとう。ちょ、後で書きます。炭酸せんべいさん、あきらさん、ありがとうございます。キンキン、ありがとう。まえちゃんさん、ベックスさん、まえちゃんさん、ビビさん、アランさん、ありがとうございます。え、もう一個あるやん。ありがとう、めっちゃやばい。ほんまにさ、あの書き初めで感謝って書いた方がいい？ほんまに。ありがとう。ありがとう、めっちゃありがとうございます。私はさっき配信朝終わった後に二度寝してたんですけど、で一回起きたんですけど、また寝てました。でミヒナが夢に出てきて、あ、やばい、今日ラジオやんってなって起きた。起きました。タヌブチャさん、ウィングさん、桜田にげにげさん、アキラさん、123さん、 DJ さん、ホラドーさん、こまちさん、ありがとう。アベベさん、ありがとう。ユナさん、ナオッさん、フシグロパンダさん、ヒロシさん、ヨッさん、アベベさん、ありがとう。ケイヤさん、ありがとう。リサちゃん、レッドさん、小型クヤ、ありがとう。ケイヤさん、ありがとう。ナナちゃん、ありがとう。田中レンドちゃん、ありがとう。書き初めをねしたいと思うんですけど、筆がめっちゃカチカチ、これさ、これ洗ってないからさ、絶対めっちゃ書きづらそう、やばい。なんか習字習ってたんですけど、小学生の時に、私ももうね筆を全然洗わずにね挑む人だったんですよ。新品使っていいのかな、カチカチすぎて書きづらい絶対。まだこっちの方が書きやすそう。
え、洗いに行ったらさ、配信からさ離れんといけんからさ、多分無理だよねそう、冬休み学校置きっぱなし、あ、そんな感じ。本当にこれ全部ね、自前じゃなくって、全部劇場にね今置いてあって、全部置いてるやつ。え、なんて格好、書き初め、書き初めって何書けばいいんですっけなんか自分の、自分の抱負か。師匠の書き初め参考にするの師匠なかなかファンキーなさ書いてなかったやばい、なんか声やっぱカスカス。新年の目標、え、どうしよう。リップリップで復活。業所、いや会社やと思う。業所の書き方もうあんま覚えてないめっちゃ昔すぎて。今年の抱負何にしよう。去年なんて書いたっけ。いや去年はなんかピョンピョンって書いたんだった。今年何にしよう。抱負考えてなかった、そもそも。書き初めしますとか言ってきたけど、何にしよう。あ、チキン生さん、リサちゃん、ありがとう。え、何にしよう。シンシンさんは興味津々やろ。なんかそういうなんか書きたい、そういうなんか可愛いの。みかのうさん、しろちゃん、しんたこさん、ありがとう。ゆっき、あ、ゆっきもいいな。あ、くつひもさん、ありがとう。何にしよう。頑張る。ベックスさん、ありがとう。骨いやいや、骨は可愛くないアランさん、ありがとう。中学生好き。いやでもリサヒ高校生になっちゃうからな。抱負やろ。抱負とリサヒはまたちゃうもんな。ナナさん、ありがとうございます。あ、DD、 あ、確かに DD、 DD やめるみんな、みんな大好き。抱負なんやろな、むずいな。皆さん、デイリーミッションのところに限定ミッション、無料でレインボーペンライトゲットできますよとのことですらしいです。ぜひゲットしてみてください。ありがとう、教えてくれて。カメさん、ありがとうございます。リリーやめるってオタクの目標みたい。確かにDD から MD にどういうこと。なんか CD のちっちゃいやつみたいな名前、そんなんじゃなかった。 HK さん、タケポンさん、ありがとうございます。やばい、なんか声低いけどテンション低いとかじゃないからね。なんかあの全然喋ってないから声が低いハインドさん、ありがとう。あれ、オーナメント、ありがとうございます。 MD 知って、え、ミニディスク、え、え、知ってます、知ってますえ、知ってます、知ってます。なんか見たことある、使ったことないけど。ちびっこ大好き、桜田彩香。やばい、自己紹介すぎるわあ、むずいな。雄大さん、ケイヤンさん、 DD さん、ともきさん、ケイヤンさん、雄大さん、雄大さん、ありがとうございます。くまったってか、あ、ありやな五木さん、ありがとうございます。好きな子に MD もらってウキウキしてたの。 MD ってどのぐらいの世代の方が使ってたの。ヤッホー、漢字でウサギ、あ、いいな、あ、いいな。もう私毎年ウサギの書く人にしようかな。ウサギいいかもしれん。
チミ毛量ボールペンでも書けないよ。両朝くついぼさん、マレピンクさん、 HR さん、ありがとうございます。ハイドさん、ありがとうございます。トナカイやばいね、クリスマスだね。皆さんサンタさん来ますか？こまっちさん、ありがとう。ラブレター、ワールさん、ありがとう。なぜか来ません。ぴょんぴょんをね、今年は書いたので、この間来た。来るんだ。私はもうサンタにもならないし、サンタさん来なくなりましたね。まあ21なんで当たり前か。ちょっと書いてみよう、試しに。これでも何枚も使ったらやばいよな多分。あきらさん、 HY さん、しんたかさん、かじつさん、 HY さん、ゆうだいさん、キャノンブルさん、ありがとうございます。そんな自分にプレゼントする、確かに。じゃあいいかな、今年っていうか今月めっちゃ自分に買い物したけどさ、まだ買ってもいいよね。まだサンタさんの時期じゃなかったか、あの時は。いいよね。 HY さん、ありがとう。弥生ちゃん書き直ししまくってて、弥生のさ、弥生の習字めちゃめちゃ面白いんだけど。こんなんやったらめっちゃ面白かった。あやかサンタ来てくれるよ。あ、じゃあ私が皆さんの今年のサンタは、皆さんの今年のサンタは私ですね。合ってる、なんか。皆さんのところにね、メリークリスマスってなんかプレゼント渡しに行くね。ゆいちゃんの見た、なんかね、昨日違うやつでまた書いてて、それで見たんですよ。めっちゃおもろかった。フレンドちゃん、ありがとう。あ、ノーシーさん、ありがとう。あ、スクショ撮っとこ、スクショタイムじゃ一応。ありがとう。ありがとう。ちょ、ごめん、今さ書くやつマジで書き初めしかないから後で書きますね。ありがとう、ノーシーさん。トナカイ。あ、やばい、汚れた。ありがとう。ありがとうございます。サンタですね皆さん。ひろしさん、ありがとうございます。ゆっきーさん、ニックさん、ありがとうございます。ピチャピ、他のメンバー見まくってた。あ、あるんかな、ここ。あ、ある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 。見よう、見ちゃおう。お、すごい。すごい、みんなすごい書いてますね。さくちゃん上手いな。上手いし、なんか書いてること賢いわ。やよい。面白い。やばい、おもろい。みんななんかちゃんとおもろかったんやけど。くついもさん、ありがとうございます。大蔵さん、たかけいさん、ひろまつさん、あらんさん、ひろまつさん、大蔵さん、ありがとうございます。昨日アオハル公園初めて入れたよ。どうでした？まだアオハル公園私も 3,4 回しか出てないかも。どうでした？大根さん、ジョッピンさん、ナオさん、つら、かわいすぎてさ、ナナのちっちゃいおっちゃん、ありがとうございます。面白系がいいのか、なんかでもさ、みんな面白かったらさ、なんかちょっとプレッシャー。面白いの別あんま思いつかない。どうしよう。ゆうだいさん、ありがとうございます。スプラさんの目標書くとは。X ポイント3000頑張る。でも上手い人
ぽいもんね。え、何にしよう。あ、とりあえず書きます。書けるかな。え、これ半紙2枚使っていいと思う？キノッピさん、ジーメンさん、ありがとうございます。コリオヒーローさん、なーちゃん、なーちゃさん、よいちさん、ありがとうございます。あ、いいやん。はい、整いました。書きます。皆さん、私の手元、やばい、なんかさ、なんで今日白着てきたんだろうね。本当になんで白着てきたんだろう。あ、1枚に収めます。マジで失敗しくったら大丈夫かなっていうだけ。いけてますか？めっちゃ指映ってるくない？いきます。いけるのかな。やばい、毛が抜けてる一本。これ字の配分むずいな。ちょっとやばい、二度書き。やばい。あ、やばい、絶対足りんわ。絶対足りんくて草。な、うん、でいいわ。あ、やばいわ。あ、足りない。あのしか映ってなかった。文字数足りないです。文字数っていうかスペース足りなかった。な、うん、で足りないです。足りなくて草。ダメだ、書き直そう。いいよ、弥生は何枚も書き直したって言ったし、書き直そう。ギリーだ、やばい。くそー、違う、認めてないねん。会議します。あ、頭の中で。丸を書きました。リリーだ、やばい。だいらないわ多分。いきます。寒がりさんと17位めっちゃ上がってるくない？昨日71位とかだったのに、ありがとうございます。皆さんのサンタさんですね、私は。ちょっと書きます。テイク2、これ映ってる？こうやったら画面見えないかさ、映ってるの確認もさできないんですよね。いきます。
さくちゃんのすごい難しそうなやつ見た後に自分の見たらなんかどっちが年上なんやろうなって思いますね。まあ、さくちゃんは年の割に中身が大人すぎるのでちょうどいいってことにしよう。めっちゃ腹いい感じに描けた。あ、筆がバザバザすぎる。ごめんなさい。最悪。めっちゃ華麗な二度描きしちゃった。やばい、習字の先生いたらすいません。まあ、なんか懐かしい。私小学生の時に習字習ってて、中学3年ぐらいかなまで習ってて、懐かしいな。なんかやったら楽しい。やばい、服汚しそうで怖いな。いきます。うわっ、猿の物音でした。でもちょっと打った手が、見えてる、これ見えてなさそう。一旦書いていきます。これさ、筆バサバサすぎてさ、はとかまみたいなさ、くるってするやつ書きづらいわ。おはようございます。わ、ここちょっとごめんなさい、補正。二度書きってね、あの裏見たらバレるんですよ皆さん。このくるんくるんが書きづらいな。あ、でも収まりそうですよ。お、できた。あ、ちょっとここ気になる。できました、できた。 DD なんて呼ばせない。ですどうですか。パチパチ、イエーイイエーイあ、うまい、ただしさんありがとうございます。やった。あ、こまっちさん、なにこれは、頑張った、ありがとうございます。イエーイ、キンキン、うま、ありがとう。サンキュー。どうですか、初見です。初見でこれ見たらびっくりやろな。何の話ですかってないです。チキンナマさんありがとう。さすがデー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 じゃないですから。フレンドちゃんありがとうございます。絶対やめてく、フリじゃないですよ。
ニーノさん大根さんありがとう。アイドルなんて呼ばない、あ、ちょっとそれも意識しましたね。あの私一回披露したことあるんですけど、だ、ディリだなんてって書いてたんですけど、最初なんかだ入れたら G がバランス取れないから、アイドルなんて呼ばないでもそうです、あい、なんてやからだいらんくねってなってこれにしました。なわってさん、マッキーセブンさんありがとうございます。左利きやから毛筆書きづらい、そういう人ってなんか右利きに修正させられませんでした。アベベさんありがとう。これは何ですか、いいねありがとうございます。どうですかね、 DD 弾のやつはまだねあります、隣に。間違えた、違う。ノーシンさん可愛い、ありがとう。習字だけは右で書いた、え、ね、なんかそういう風に修正させられますよね。ちょ、名前書きます。小筆がね、ないんだよね、ここ。なんか全部大筆で、しかも全部パキパキ、ちょ、小筆ないからパキパキの先端につけて鉛筆みたいにしていっちゃん良くないけど書きます。スタッフさん間違えて DD だの方か、もうこれ絶対絶対ミスってます、これは。いきます。あ、これも写した方が良さそう、写します。これ写ってる、でもいきますね。良い子の皆さんは二度書きしちゃダメですよ。あ、やっぱもうパサパサなん嫌やな。なんかミヒナとか何書くんやろ、なんか駄菓子とか書くんかな。ミヒナはちょっと習字下手そう。悪口じゃなくて可愛い。坂田美咲がね、あ、これ言わん方がいいか。坂田美咲がマジでねおもろい。なんか今のチームになって坂田美咲がどんどん爆発していってますね。炸裂してるって言った方がいい、あれか、正しい。あ、うわぁ、なんか汚い。ミヒボーは手めっちゃ黒くしながら書いてそう。かなうって腹入れしたっけ、止めですっけ、解消、いや、払いってことにしよう。しかもめっちゃ書き出しちゃった。書きました。他の筆順違うのが、わかんないんですね、書き順。私めっちゃ書き順変な人で、払いか。ケイヤンさんありがとう。じゃん、 DD なんて呼ばせない。最後塗ってて草バレましたね。あ、でも裏を見てもなんか思ったより二度書き、あ、あんま分かんない。この辺ちょっとカスカスなりすぎてちょっと塗っちゃった。イエーイ。どうですか、師範です。リアル師範なので、実は。意外にこういう一面もありました。くついもさん、こうじさんありがとう。でも書いてる内容がちょっとあんまかっこよくないよね。え、でも習字楽しい、久しぶりにやったら。もう一回やったら怒られるかな、なんか誰かの代わりに書きますって言ってやろうかな。ここしまいます。
バイ。あ、誰かこれスクショ撮っといてください。じゃあ。多分誰か撮ってくれたかな。これ分かんない、展示されるのかな、分かんないんですけど、探してみてください。習字デザイン会でめちゃめちゃ時間かかりますね。シャーンって有効期限とかあるの、え、分かんないんですよね。撮ったのだって中学生の時とかやし。どうなんやろうな。ただしさんありがとうございます。大根さんありがとう。特技に習字って書いて、え、そうなんですよ。でも一回も披露したことなくって、特技なのに、てか多分一番ちゃんとした特技なんですよね。なんかウインクと裁縫と絵と習字を特技にしてるんですけど、一番ちゃんと特技やと思う多分。初披露、え、それな、え、ほんまや、初披露や、初披露しましたね。じゃあ余ったちょっと隅もったいないんで、ちょっと DD 団の横に書きます。あ、これも写した方がいいな。実は意外にちゃんとした特技を持ってました。え、あとさ、手さ、ミヒナ絶対手汚しながら書くって言ったじゃん。彩香の方が手汚かった。やばい。やばい、ミヒナに人のこと言えない。ミヒナに後で見せよう。やばい、ミヒナみたいになった。うるさいねって言われそう。やっぱ筆割れるな。めっちゃ書き出します。皆さんこれ絶対やっちゃダメですよ。書き初めの宿題とかあるじゃないですか、冬休み。絶対やっちゃダメですよ。でも習字って結構習ってる人多くなかったですか。私周りめっちゃ習字習ってる人多くて、クラスとかも、うん、字うまい子ばっかりやった。待って、漢字合ってる、これなんか習字になったら漢字めっちゃ分からんないけど。え、なんか漢字違う気がする。え、合ってた、これがでかいだけやったわ。懐かしいな、習字。めっちゃ、そして毛が抜けますね、これ。やっぱこれ払いむずいわ、この筆。てかめっちゃ下手になってる。習字の先生がいらっしゃったら見ないでください、今のシーンは。ほんまダメ。ダメです。あ、コラーって書かれて、わ、ごめんなさい、今日だけは目つぶって。こうか、ちょ、筆が悪いんです。塗り絵やばい、塗り絵みたいになってる。
墨足りてない。いや墨はね足りてるんだけど、シンプルに筆がバサバサ。やっぱ払いむずいな。払いのコツ教えてください。え、手がめっちゃ汚れた。やばい、マジでミヒナに言えないぐらい汚れたんだけど。え、何配信してる？うん。え、見て。やばい、朝から書道教室行ってきた。やばい。あ、泣いちゃった。じゃーん、 DD だ。これこれなん、間違えた、これこれ間違えた。会社みんなありがとう。でも缶のさ、缶の感じちょっと間違いかけた。誰もいない、独り言です今のは全部。これ、はい、皆さんありがとうございます。あ、これじゃあ折ったらいいな。消そうと思ったらやばい、破っちゃった。間違えた。まだ乾いてないから。やばい、こうしたかったの。やば、あ、破れたけど感謝です。ありがとうございます。やば、ありがとうございます。ちょっと破れたけど、まあしゃあない、こういうこともあるよね。ありがとうございます。やば、こういうことあるんですね。これね、お手本として置いとこうかな。みんなこれ書いてねって。じゃあ40分来そうなんでランキング見ますね。いきます。マジでさ、やばい、マジで手汚い、久しぶり。でも昔はここも真っ黒にしてたから、まあ成長だよね。きます。13位大根さんありがとう。12位フレンドちゃんありがとう。11位ケイアンさんありがとう。ごめんて汚くて。10位ナナさんありがとう。9位キンキンありがとう。あ、ありがとうございます。見てください、習字書きました。破れた、そしたら破れちゃった。いい言葉やけどな。あ、本当ですか。褒められました。9位キンキンありがとう。8位チキンナマさんありがとう。7位靴ひもさんありがとうございます、ありがとう。6位ハイダさんありがとう。5位ただしさんありがとう。4位アベベさんありがとう。3位小松さんありがとう。そして2位ノーシーさんありがとう。そして1位タッキーありがとう。ありがとうございます。チカポヨさんですね。やばい。ありがとうございます。やばい、マジ服汚れてないかな、それがちょっとあれやけど。褒めてもらいましたね。こちらの作品で出させていただきたいと思います。ありがとうございました。あ、どこにしまったらいいや。初めて習字披露できて嬉しかったです。ありがとうございました。じゃあ次は5時ぐらいに配信する予定なので、ちょっとそれまでナンバラをマジで頑張ります。あ、ただしさんかわいい、ありがとう。ということでありがとうございました。